そのもの、東の突つ国より、海を渡りて現れり。若者、姫し力、未だ知らず。かの身を滅ぼすことも、かの願い、叶えしことも。そのもの、勇み立つとき、我を求め。共に荒れ野の道を行かん。待ちて願え。外交は我の古よりの定めなり。待ちて眼差しを向けよ。地より現れし竜が暗雲をいざない天を覆うも、前よりし鳳凰、その翼によりて四風を生んだごとく。漆黒の世は広がりしも、明星は一つ輝き。長き物語は今、始まれる。修行システムのことを話そう。修行なしに憲法の上達はない。この日々の修行のやり方を夜寝る前に決められる。手技、足技、投げ技、どんな技を重点的に修行するかでその結果も変わってくる。修行が熟練度の上昇をもたらし、熟練度の上昇によってそれぞれの技が中級、上級へと変化していく。つまり修行方法を変えることで自分らしい格闘スタイルに変化させていくことができるってことだ。もちろん煩わしい操作は必要ない。物語の進行に合わせて熟練度は上がる。何を上達させたいか時々決めるだけでいい。その気がなければ放っておいても問題ない。その時はまんべんなく全ての技を修行するからな。次だ、技伝授システムについて話そう。物語を進めていくと技を教えてくれる人に出会うことがある。その人の教えを参考にして正しくボタンを押せたら新技が使える。体の動き、足さばき、そのタイミング、ちゃんと手本を示してくれるし、段階を踏んで丁寧に教えてくれるから心配いらない。何度やってもどうしてもわからない、そんな時はビジュアルメモリーを覗いてくれ。正解のコマンドが表示されているはずだ。どこまでもフォローには気を配っているからな。いろんな人と知り合って多くの技を学び取ってくれ。覚えた技は練習できる。さて、どこで練習できるか探してみることだ。そして技をいろいろ試してみるといい。いくら新技を習得したといってもその技に慣れ親しんで自分の骨や肉と言えるようにしておかないとな。最後、フリーバトル。そう、実戦のことだ。もちろん修行で進化した技、技伝授で覚えた技も試せる。シェンムーの全く新しいバトルシステムは簡単な操作で臨場感あふれるバトルを実現している。中でも特徴的なのがさばきだ。攻撃をさばかれた相手はバランスを崩す。そこに放たれた一撃を逃れられる奴はいない。もう一つ言っておこう。かわしだ。うまいかわしはむやみな攻撃よりも効果がある。かわして後ろへ回り込み、そのまま投げ飛ばせ。覚えた技、修行して上達した技にこのさばきとかわしを織り交ぜて戦え。実戦で自分の力を確認できる。ドラム缶、木箱を投げつけてくる敵もいる。気をつけろ。必ず前兆があるはずだ。むやみに戦うつもりはないが、降りかかる火の粉を払う。容赦はしない。かかってくる奴は覚悟してくれる。日々修行を怠らず、他の人の教えを乞い、そして実践で経験を積む。修行システム。
技伝授システム、フリーバトル、この3つを忘れないことだ。こんにちは。私は原崎のぞみ。よろしくね。今日はみんなにミニゲームのことを教えるわ。ミニゲームっていうのはゲームの中で遊べるゲームのこと。ちょっとした遊びなんだけど、シェンムーにはそういうのがいろいろ入ってるの。いくつか例を挙げて説明するわ。じゃ、ダーツよ。矢を投げて合計得点を競うのよ。A ボタンで矢を投げるんだけど、投げるタイミングで矢の当たる場所が変わるの。高得点を狙ってね。次はスロットマシン。100円で20枚。まずはここからスタート。37とか揃ったら。わあ大変。そうそう、コインはお店のおじさんがちゃんと預かってくれるから、いつでも好きな時に続きができるわ。エキサイト QTE は楽しいわ。なんたってこれで QTE の練習ができちゃうんだから。だんだん速くなっていくスピードにどこまでついていけるかな。ハイスコアは記録されるから、友達と比べっこして競争するのもいいわね。どれもルールは簡単でシンプルなんだけど、奥が深いの。きっとハマっちゃうわよ。待ち合わせの時間つぶしにもいいかもね。でも、あんまり遊びすぎると、お金がなくなっちゃうから気をつけて。ゲームセンターに置いてあるハングオン。乗りたいな。こう見えても、のぞみはハングオン好きなんだ。できるのかな？ミニゲーム探しなんてしたら楽しいね。ジュークボックスとかもあるって話だし。もっと話してたいけど、今はこれでおしまい。また、会えるよね。その時はもっともっとおしゃべりしよう。じゃあね、バイバイ。時間は流れておる。一時も休むことなく流れ続いておる。そしてもう町にも時間によって顔というものがあるんじゃ。朝の顔、昼の顔、夜の顔とそれぞれ違った顔を持っておるんじゃよ。その顔はのう、そこに住む人々によって形作られるのじゃ。朝早くから散歩しているような老人もいれば、夕方からしか起きてこないようなやつもいる。人は様々じゃのう。まあそうは言っても昼間働いて夜は寝とるだろうから、情報収集なら昼間のうちにした方がええの。夜になってしもうたら会える人にも会えんからの。それに夜は場所によっては危険なところもあるから気をつけなされ。ふらふら出歩いて酔っ払いに絡まれても知らんぞい。夜中働いてる人に用事があるとか特別な場合以外はお前さんも寝とった方が利口というものじゃ。さて、
天気の話をしようかの。晴れの日もあれば雨の日もある。それが自然というものじゃな。何、雨は嫌いじゃと？止まない雨はないじゃろ。雨上がりはすがすがしいじゃろ。それは雨がゴミや塵を洗い流してくれるからじゃよ。雨だって大事なものなんじゃよ。それにもう雨の日は傘の花が開くじゃろ。赤や黄色の傘の花、綺麗じゃとは思わんか。要は見方の問題じゃの。雪だってそうじゃ。積もってしまって歩きにくい。そんな風に思っとったら光を受け、しんしんと降り積もる雪の美しさには気づかんじゃろう。そんなもんじゃて。心にゆとりを持って伸びやかに好きなように遊んでほしいの。好きな場所へ行って好きなものを見て、いろんな人に出会うがよかろう。Hi, my name is Mark. I'll tell you about convenience stores. Go shopping with your money earned. I love convenience stores. It's a great place that's always open. And they've got all kinds of things. Batteries, matches, flashlights. They even have food for my little kitty. Huh, what am I gonna do with cat food? Oh, convenience stores aren't the only place to shop.Candy store is also a great place. They have lots of stuff that will bring back childhood memories. It's really fun. Get drinks from the vending machine in front or buy some cheap toys. This is great. I know there are many temptations here, but be wise in spending your money. I'll tell you about part-time jobs. I work at the dock. My job is to operate a forklift. I'm a hard-working man. I'm a professional.And I do my job with speed. That's why I make lots of money. So whenever you're short of money, give me a call. No. Don't get me wrong here. I'm not gonna give you money for nothing. You're supposed to work and earn your own money. If you're looking for a part-time job, a forklift operator is definitely it. I'll teach you everything there is to know. Working on the forklift is awfully fun.My God, I didn't notice the time. It's time for work on my forklift. I've got to go now. See you later. Bye-bye.専務の話をしてあげるわ。そうね、アイテムの話よ。懐中電灯とかろうそくはちゃんと明かりとして使えるわ。でも無駄遣いしてはダメ。必要な時にないと困るでしょ。技の巻物なんかもあるわね。でも読んだだけですぐに使えるようになるなんて思わないで。憲法はそんなに甘くないわ。
時計もあるわ。約束の時間を守れないような人は信頼を受けるに値しないわ。注意しなさい。メモ帳のことも教えてあげる。大切なものよ。これには人から聞いた話とか大事なことが書き込まれていくの。それまでの出来事を振り返りたいとか、次に何をすべきかわからなくなった時に開いてみるといいわ。使い方も簡単。 X ボタンを押すだけですぐに見ることができるようになっているわ。そうそう、システムウィンドウの話をしましょう。アイテムはすべてシステムウィンドウの中に整理されて入っているわ。システムウィンドウは Y ボタンを押すだけで開くし、アイテムを選択するカーソルは以前使ったアイテムの上に残っているから使いやすいわ。システムウィンドウにはお金もまとめられているの。バス代、電話代、何をするにもお金は大切にしないと。ゲームセンターで使うのもいいけど、ほどほどにしなさい。そして、すべてのアイテムは調べてみることができるのよ。新しいアイテムを手に入れたら、よく調べてみなさい。それまで気づかなかったことが発見できるかもしれないわ。それから、探索の説明をしなくてはね。アナログキーとズームを使っていろんなところを眺めてみなさい。すっと焦点が定まるところがあるはずよ。そう、これがロックオンシステムなの。ロックオンしたら A ボタンを押しなさい。扉を開けたり物を掴んだりいろいろなことができるわ。この時必要なものはそのまま手に入れアイテムになるわ。最後にもう一つ、スタートボタンを押した人はもう分かってると思うけど、シェンムーにはヘルプ機能がついているの。ヘルプ機能というのは、その場その場に適した操作方法を表示、説明する機能のこと。やり方が分からないときにはスタートボタンを押しなさい。そしてヘルプを見てみるといいわ。誰にでも分かりやすく親切に書かれているわ。安心しなさい。そうね、今回はここまで。だいたいわかったかしら。お前ラッキーだな。この俺様をこんなにじっくり拝みながら説明を聞けるんだからな。お前ら QTE って知ってるか？何？知ってる？生意気だけ。まあいい、知らねえ奴もいるだろう。知ってる奴はもう一度聞け。 QTE ってのはクイックタイマーイベントの略だ。表示されるアイコンに合わせてボタンを押すだけで誰でも簡単に超面白いエキサイティングなイベントが体験できるけ。バリエーションは豊富だけ。突然飛んでくるボール、とっさに避けられるか。探してた男を見つけたと思ったらチェイスキューティー。キリリリ、グズグズしてらんないぜ。人混みをすり抜けろ。フェンスを飛び越えろ。ほら、避けてかわして、あったリンゴが転がったぜ。飛び越えろ。追い詰めろよ。どうだい、俺様の実況だけでもドキドキしたんじゃねえのか。一瞬の判断が成功失敗の命運を分ける。
この手軽さと軽快さの融合がドキドキの体験を誰にでももたらしてくれるってわけだ。あった、忘れてたぜ。たとえ失敗に終わっても心配することはねえぜ。失敗は失敗なりにちゃんと物語の続きが用意されてるからな。おい、キューティーバトルは知ってるか？教えてやる、教えてやるけ。戦いをダイナミックにキューティーで表現したのがキューティーバトルって言われるものだけ。ワンボタンだけで殴る、蹴る、投げる、多彩な技が繰り出されて、そりゃ迫力満点の戦いが繰り広げられるけ。敵の攻撃をかわすと同時の反撃、二人を一度にぶっ飛ばす、もうしびれるかっこよさだけ。吹っ飛んだ敵でぶっ壊れる木箱や屋台、すげえぜ。キューティーはな、いつどこで何が始まるかわからねえぞ。この俺様みたいに神出鬼没ってわけだ。慌てないようにシャキッとしとけよ。油断してるといつの間にか俺様が背後に忍び寄ってるかもしれないぜ。